これのためにね、ここまで来ました。美味しいわこれ。小豆も入ってる。眠たくなるわこれ。買っちゃいましたね。ジャージープレーンヨーグルト。ジャージー牛ってね、なかなか珍しいんですよね。しかもジャージー牛のソフトクリームって特に美味しいんですよ。ということでね、ヨーグルト買ってみました。しかもプレーン。しかもこれね、もうすぐそこに工場あるんですよ。工場で出来たてほやほや。オープン。おー、めちゃくちゃしっかりした感じじゃな。いただきます。すごい、ちょっとソフトクリームの味がある。家用に買っちゃいましたね。うまそう。甘そうですよね。初めて見ましたね。キャンプサイトの横に充電器。EV 車が普及していく。こんなのあったら EV の使えますよね。キャンプしながら充電。わあ、気持ちいいわこれは。眺めがいい。はい、キャンプ場の方もついてね、サイトの方決まりました。めちゃくちゃすがすがしいところですよ。気持ちがいい。来てよかった。しかもね、この後ですあるね、美味しいものが食べれるんで、急いでテントの方を立てていきたいと思います。楽しみ。よいしょ。今日の方はね、こちらディオディスさんのファイヤーベースになります。早く食べちゃおう。今日の日のためにね、ちょっとお腹すかしてきてます。朝飯もね、お昼ご飯も食べてません。よっしゃ。ほんと重いよ。コットン好きな人ってほんますごいわ。この重さ。これナイロンやったらいいのにな。ナイロンやったらもっと軽いのに。大変なのよ本当に。もうこの棒にシリコン塗りたいぐらい滑り悪いから。コットン、ちょっと生やしちゃう。
よっしゃ、オッケー。よっしゃ。今回ニューギアになりますね。アマゾンで買ったんですけど、グランドシートになります。ゆずちゃんがどうしてもね、このベッドから降りてホジホジするんですよ。地面で寝るのがめちゃくちゃ好きなんですよね、ゆずちゃん。前のシートはちょっとちっちゃめだったんですけど、今回ね色も変えてみました。これ馴染んでいいわ。買ってよかったです。お腹空いてきたぞ。いい感じや。今からね、あちらのホテルの建物の方に行って、シャトレーゼのケーキを食べ放題、行ってきますね。楽しみ、これのために来ました。シャトレーゼさんね、お安くケーキ作ってくれてる会社ですよね。本当ありがたい。しかも500円で食べ放題。さあ見てください。ケーキね、食べ放題です。これのためにねここまで来ました。さあ早速食べていきたいと思います。いただきますね。いただきます。まずはこいつかな。いただきます。あーあったかい。あったかいわ。あーこれ大好き。ロールケーキね。いちごも入ってます。うん、うまい。これぞメリーゴールド。これは大満足です。あ、うまっ。あ、取れちゃったわ。これ取れちゃったらもう刺すしかないですね。ああ
抹茶パウダーみたいなのかかってますね、これ。あ、スポンジ入ってるんや、これ。ムース感持ってた。抹茶。あ、これ、美味しいわ、これ。小豆も入ってる。あ、これ、梅。シュークリーム。タルトもね、ちゃんと半分に切ってくれてるのはありがたいですね。ズベシ。食べ放題の構いなしや。真っ黒。素晴らしい。ジェリーですね、ジュエリー。あー、さっぱりやわ。ズベシ。はいしょ。夜景が綺麗に見えそうですね、ここ。眠たくなるわ、これ。こんなハンモックで、ハンモック泊ってこんなに寝れるもんなんかな、こんな感じで。腰痛くなったりせんのかな、これ、ハンモック泊。急げ。ああ、消えた。マッチもったいな。よし。よっしゃ。着いた。さあ、ご飯の用意ですぜ。はあ、でもね、ちょっと食べ過ぎた。胃の調子全開悪い。よし。食べ過ぎた。
刺身食べたい。それだったらもう甘いのいい。よし、今日はね、麻ひもの方で火の方つけていきますね。おーおーおーおお、早すぎ。わわわわ、今日はいい木があったんですよ、これ。これくらい細かったらつきやすいでしょう。目に来た。よっしゃ。里芋の方もだいぶ煮込めたでしょう。おお、いい感じやわ。今日の方はね、きのこ鍋になります。このね、秋のきのこたちをたくさん使ってきのこ鍋作っていきたいと思いますね。ただね、天然きのこは高くて買えませんでした。めちゃお値段してたのよ。今年はね、なんか不作だと話されてましたね。よっしゃ、キノコはね、そんなに煮込まなくていいらしいんで、とりあえず芋だけ煮込んでますね。よっしゃ、それではね、もう芋の方もだいぶ火通ったんで、あごだしのタレ入れていきますね。うわ、危ない、こぼしそう。いかね、あちゃ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 あ、入れすぎたかな。よし、オッケー。ここにキノコ入れていきましょう。あ、袋。よいしょ。よいしょ。ワンちゃんご飯も作っていきますよ。よいしょ。あっち。お、いい音してきた。いい音してきましたよ。よし、落とし蓋程度にこれ蓋もしていこう。ネギ入れるの忘れてましたね。ショックやわ。これは持って帰ってね、ちょっと食べちゃうんで。意外とね、使えるんですよこれ。いや、もうここの中入れよう。そうや、鍋の中入れたらいい、ね、美味しいかなこれ。よっしゃ、開けてみましょう。おお、うまそう。めちゃくちゃうまそうですよ。よし、ここにね、美味しい豚ちゃん油を入れていきますよ。豚ちゃん油、これ入れすぎかなこれ。え、ちょっとやりすぎやねこれ。半分ずつ入れますね。
また火にかけたらいいだけやから。せっかくね豚さんやから、よし、これで完成ですよ。豚さんはね、もう軽く火通すだけです。通しすぎたら固くなっちゃうね。よし、 OK。 さあ食べる準備しよう。食べる準備や、もういいわいいわ。よっしゃ、あいい具合にできてますよ。あとはちょっと熱燗作っとこう。さあ今日の方はね丸になりますね。ちょっと丸をここに入れてと。セット完了、丸セット完了。よし、もうねだいぶ時間経ったんで熱燗の方取ってきますね。あーいい感じ、熱そう。よし完成しましたね。あとはね締めでそば、あとで食べるだけです。よし行っとこう。よし皆様ね、本当に今日もお仕事ご苦労様です。ていうか今日はね温度の方、今周りの温度ね8度ぐらいですね。これめちゃくちゃ暑い、暑くなってきましたね。もう焚き火の近くにいるせいかな。よし行っちゃいます。皆様お疲れ様です、お疲れ様です。本当にねお仕事も人生もご苦労様です。いただきます。あーまるですね、まるよし開けていこう。よっしゃ開けてき、うおうまそう、めちゃくちゃうまそうや、たまりません。ちょっと肉がちょっとダマになっちゃって、ていうかキノコ全部取りたい、キノコ全部取りたいですね。あれや、うわすげえ香り、香りがやばい、キノコたちの。ちょっと待ってよ、これバラしてないですからね。なめっこいっときましょう。わあこれ溢れ出るよ、というか溢れ出ちゃうわ。わあニュルニュル。よしそれではねいただいてきますね。いただきます。よしいただいていこう。うまそう、あこぼれた。よしキノコちゃん食べていこう。おうまそう、あか、うん、うまっ。やっぱキノコはねこの香りと食感ですね、コリ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 っていうのかな、サクサクザクザクっていうのかなんていうのか分かりませんけど、でもねこのスープを飲むとそばがめちゃくちゃ早くて炭水化物食べたい。うん、何これ甘さがきた。うんうん、やめとけ、うまっ。キノコの香り全開最高。いいですね、早くそばが、あ、そうや里芋があるんだ、里芋食べたい。ちょっと里芋食おう。よっしゃ里芋丼。
里芋丼食べるでよ。うまそうですよこれ、絶対うまいやつ。里芋さん、ああ、ほくほくぬるぬる、ああ熱くなってきたっていうか、脱ごうかなちょっと。ああ、このきのこちゃんたちのね天ぷらも食べたかったですね。これ天ぷらにしてもきのこって美味しいですからね。うん、よし、おかわりの方いっちゃいますよ。うまいわこいつは。きのこってなんでこんなうまいんだろう。でもこの里芋も侮るなかれですよ本当に。このねスープで早くそばが食べたい、そばが食べたい。さあおかわりの方食べていっちゃいますよ。ああうめえ、スープがまたこれ染み渡るわ。ああよっしゃ、見てこの箸で切れちゃう。ほらうまそう、これホクホク感ねっとり感たまりませんよこれ。山芋すりおろしたみたいにね、口の中もダマができますね。よっしゃ、生そばの方入れていきますね。うまそう。ああ、そうばちゃん、そうばちゃん。ちょっと火力弱いけど、軽くやっていきます。いやー、ここの温泉はね、夜の11時までやってるんですよ。でもね、受付は10時までに入ってくださいって言われてましたね。しかも、朝風呂です。朝の6時からやってるらしいです。わあめちゃくちゃ入りたいんですけどね。朝風呂いいよな、朝風呂贅沢やわ。朝って特にね年取ってるとねギシギシなんすや、体がギシ、起きたらギシギシ。それにねお風呂に入るとほぐれてくるんすよね。あれちょっとね石油ストーブだとちょっと火力弱かったんで、さっき食べてみたらね、うん、ガスコンロ使ってます。火が弱かったわあれは。このきのこ鍋のスープにこちらそばつゆの方ねちょっと足しちゃいますね。ちょっと足して全部入れずに、そしてそば入れちゃいます。そばこれうまかったわこのそば。よっしゃうまそう。これ向こうに入れてもいいな。もうよいしょ、でもそばね余らしたくないんで、よしそばの方食べてきますよ。これ待ってた、そばのきのこそばとか大好きなんですよ。とろろそばも好きですか。キノコと食べた。ああ危ない、危ない。ここにキノコ。
最強。キノコと食いたい、これめちゃくちゃ合う。それではね、ワンちゃんにご飯あげたいと思います。今日の方はね、手羽中のダッチオーブン焼きになりますよ。あつきちゃん、おじいちゃん、あれ起きてこんの。はい、あつき、ゆずはかぶったのに獅子舞になっとる。なんかゆず、あつき、あつき、おじいちゃん、おじいちゃん、よっしゃ、もう食べよう食べよう。いい感じですね。あー、ちょっとしたね、肌寒さがまた心地がいいですね。雨が降ってないっていいわ。あれ、もうゆず食べた。獅子舞ゆずはもう食べちゃいますね。いや、もう食べちゃった。いや、ゆずハウスですよ、ハウスハウス。あずきが残すの待ってますね、きっと。チラチラ見てるあずきの方。ああ、焚き火の方消したらね、一気に冷えてきましたね。しかもさっきまでね、星の方めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。今だったらね、雲出てきて見えなくなっちゃいましたね。あー、でもいいわ、この寒さもなんだかいいですね。あー、もうゆっくりしたんでね、そろそろ横になってね、寝ようと思いますね。眠たい。睡眠大事ですからね。おやすみなさい。おやすみなさいです。幕の方閉めたらね、もう一瞬で14度まで上がりましたよ。ちょっと携帯見てるだけで、ね、すぐ上がっちゃいました。どこ行った、どこ行った。よっしゃ、あれ、なんやろ、なんかお腹が痛くなってきた。大丈夫かな。もうこんな時間に痛くないよ。寒いとこに来て、あ、そうや、ここのトイレ暖かかったんや。そういえば、さすがゲレンデですね、暖かいトイレです。